ギャレット・テンプルは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州バトンルージュ出身のプロバスケットボール選手、NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。ルイジアナ州立大学で4年間プレーしたものの、2009年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることができず、2009から10、シーズン開幕前にヒューストン・ロケッツと契約するも即、解雇され、D リーグに送られた後に、 ロケッツと再契約するも再び解雇。以降の2シーズンは、サクラメントキングス、サンアントニオスパーズ、ミルウォーキーバックス、シャーロット・ボブ・キャッツと10日間契約と解雇を繰り返すという苦しい NBA 生活を送っていた。2011から12シーズンはイタリアでプレーし、力をつけて NBA 定着を目指すことになる。2012から13シーズン開幕前は、 マイアミヒートのシーズンキャンプに参加。かいこごりのビッグホーンズでプレーしていたが、2012年12月25日にワシントン・ウィザーズと契約。ブラッドリー・ビールらの控え役を黙々とこなし、2014年7月にウィザーズとの2年契約を勝ち取ったテンプルは、徐々に出場時間も増え、2015年12月19日のシャーロット・ホーネッツ戦で21得点を記録し、 さらに2日後の21日のサクラメントキングス戦では自己最多の23得点を記録した。2016年7月3日、サクラメントキングスと3年2400万ドルの契約を結んだ。2018年7月17日、ベン・マクレモアやドラフト指名権などを含めたトレードによりメンフィス・グリーズリーズに移籍した。2018年10月19日の アトランタホークス戦でゲームハイとなる30得点を記録した。ありがとうございます。